仙台市では今日過去2番目に多い556人の感染と4人の死亡が確認されました仙台市で新たに感染が確認されたのは556人で今月9日の629人について過去2番目の多さです感染が確認された556人を年代別で見ると実際未満が97人、10代が63人、20代が101人 30代が104人などとなっていますまた仙台市で1日に確認される死者数としてはこれまでで最も多い4人の死亡が確認されました亡くなった4人のうちの1人は死亡後に感染が確認されたということです